この事件によってこのところ悪化していたワシントンとイスラマバードとの関係にさらなる危機が訪れています。パキスタンの治安当局は声明の中で、許可なく活動しているアメリカのスパイたちが警告もなく民間船舶を乗っ取りカラチの港へ向かっていると述べました。パキスタンはすでにアフガニスタンへと続く NATO の補給ルートを遮断しており、アメリカ軍のドローンによる作戦を中止するよう再度求めました。アメリカの外交団は当番組での説明を辞退し、この件について関知しないとしています。しかしイスラマバードのアメリカ大使館は要職にないアメリカ人に対して退去勧告をしました。おい、なんだこりゃ。リンゴ、お前にも見えてるよな。見えてるぜ。信じられんか。この作戦はフロッグマンの連中には荷が重すぎる。ああ、高架地点に新商社用パーキングはなかったしな。なあ、お前が戻って嬉しいよ。昔を思い出すよな。必ずやり遂げるぞ。これが最後になろうとやり遂げるんだ。ああ。お嬢さん方、 ISI が押しかける前にパーティーを楽しもう。50分後に降下する。が一緒に飛んだのも見たことがない。面白くしようと思ってな。予定より遅れてる。スタンプ、ダスティと見張りだ。クリーチャー、俺たちと来い。じゃあな、援護は任せろ。道路や山道には近寄るな。不意打ちはごめんだ。アシャ、施設の外周にお客さんだ。車両と氷が道路から来る。隠れても気づかれるにはまだ早い。10人以上いる。盛況で武器もよく制限されている。クレリックの手下に間違いないな。用を足してるぞ。クリシャ、片方へ。もう一人合わせろ。片方へ。クリア。行くぞ、道路に上げるな。下へ渡す。でも行け。見つかる頃には俺たちはクリニックの荷物棚に押し込んで家に向かってる。なぜ一人と離れようとしてたの。さあな、クリニックが下手くたんだろう。顔もひどいですが、スペアを頼って潜伏されたら面倒だな。ブーブー、もう一生もいな。どうした。あ、聞いた。武装した見張りが6名。あいつら居座るようだな。そう思うようだ。スッキリしかないな。クリシャ、近くで片付けろ。
クリアだ。分かった。トラックがそっちに向かってる。死体を放置してきたから発見されないように頼む。了解した。トラックが止まってる。やり過ごすぞ。いなくなったら情報通りに突入する。勇者、奴が屋内に戻る前に行かれ。よくやった。中に進め。マコ5、チームを壁に沿って移動させろ。施設の裏に合流しよう。分かった。行け。ライトを避けろ。奴らにはもう少し寝ていてもらおう。ラジャー、右に行く。俺が先頭だ。左来るよ。何もいない。ドアのところに集まれ。
から出てきたのかわからん。ターゲットは上部に複数。了解だ。なら連中に対応してもらおう。了解です。フリーチャー、連中の側面を突こう。Thank you.
敵だらけだ。こっちに手を貸してくれ。そっちに行ったぞ、ファイグ。クリーチャー、もうすぐだ。離れるな。建物に複数の敵。ターゲットした。ムーデュ、こっちは数で負けてる。まっすぐ進んだら、やることになるぞ。おい、ボットはどうした。マークファイグ、ボットを使え。クリーチャー、ボットを操縦しろ。できるだけ出せ。それから前進だ。橋を渡れ。もう一人仕留めた。リロードする。
まで探したが、クリニックはいなかった。やつは確保した。回収地点に戻れ。すぐに追いつく。ドゥドゥ、やつがいるかどうかわからん。何がいるのかそれは。回収地点で合流じゃ、俺たちはこいつだ。ああ、そうだ。だがやつがいる。連れて帰るぞ。了解。ならやるしかないな。まあ、静かすぎる。気に入らねえな。もっと撃たれたいってのか。ああ、ターゲットの居場所が分かるしな。こいつは何か。なんだと？クソロ！クソロ！ここは火に包まれるぞ！どうする？進め！入り口に向かえ！ダスティ、回収要請頼む。ブラボーはそっちに向かう。ロジャン。もう食べるまで落とリンゴ、ディック、3分くらい。クリニックの手前で。了解、3分経ったら後を追う。わかった。プレッシャー行くぞ。マザーのため、ラビットのためには。コンタクト！早く来ろ！
テロ行為で逮捕された若者6人が本日夕方裁判所に出廷しました。調査官の報告によれば、1週間前にバーミンガムで対テロ作戦により逮捕された6人のうち4人が主犯格とみられています。警察の情報統制が厳しく、現在で今回の事件について